次こそは最後まで生き残ろう。あそこをやんないと。あ、やべ、早めに押したらって聞いたの。早いわ。そう、ナイス。さすがです、赤兄さん。はい、もう癖になっちゃってますからね。ちょっと早いかもです。クルーやりすぎて、クルーやりすぎて癖になっちゃった。大丈夫だよ、ナラメちゃん。なんで？わかるよ、さっきの最初のやつをしてるんだよ。大丈夫だよ。ディオで動かないで。ディオで終わっちゃった。よかった？よかった。ああ、下地になるから、ナイスナイス。あ、白い、めっちゃ白い。今の直したのはカルビと誰？ナチョ？はい、うん。今プルルタンとナナメちゃんと一緒にいた。うん、いた。もがちだ。じゃあ平和なんじゃない？ね、いないかもしれないな。監視カメラ見てみる。カメラ見てます。はい。とりあえず電気室でやりたいと思います。これ怪しい、その場所怪しい。どうすって。違う、これをタスク。タスクね。何が言ったの？大丈夫か。そうだよね。やっぱ大きい。待って、これ誰かによるな。へぇ、え、待って、これ今死体は斜めが発見してどこ？まあカフェテリアだよね。ああそうだよね。どっちの死体が？ビスさん聞いて、俺カメラ見てたじゃん。トロちゃんがどっかの部屋に入って、そこは分かんないんだけど、その後ゴキナメが入ってたんだよね。で俺がカメラ見てたのはみんな分かってるでしょ。私今管理室にいたんだけど、カフェテリアから保管庫に向かって赤リンが走ってたような気がした。そう、走ってた。カフェテリアの前どこ行ってたの？え、多分原子炉乗ってカフェテリア行って、上部エンジンからカフェテリア行って保管庫。うん、俺も行った方がいい。うん、高木は最後どこ行ったの？え、これトローロの死体はどこかわからない？トローロの死体はちょっとわからないかも。かんないね、高木くんが見てたって言ってなかった、カメラで。え、どこ？トロロの死体は。ね、どこかわかんないんだけどね、トロちゃんが入ってた後にゴキナメが入ったの見たんだよな。どういうこと？いつの時代の話？なんかね、セキュリティルームでカメラ見てて、管理室から高木くんがカフェテリアに行ってたよ。というか高木はさ、なんで最後の行動を聞いてんのに、ずっと最後の行動言いたがらないの？最後のこうシールドルーム、それありえなくない？ベント使ってない。うん、いや、まあベント使わないと間に合わないね、それ。だって俺がセキュリティルームから高木が上がっていく瞬間のところを見て、そっからセキュリティルームから下部エンジンで真っ直線に行って、電気室のドアら辺で止まってんだよね。多分最後の自分の位置がわかるからさ、みんな。うん。うん、で、高木が管理室からカフェテリアに上がってたとしたら仮に、シールドルームまで行くのに時間が絶対足りないよね。先に言わせて、俺多分今強靭になってんだ、俺。だから俺のことは無視してくれ。あのね、もうよ、高木くん絶対怪しいと思うよ。いや、あれでしょ、マジで、ね、カフェテリアの真ん中で死んでたんでしょ。じゃあ本当に高木くんが発見するはずだよ。いや、ナチョもなんかすれ違ったんだな。バカ野郎、オッケーだね。バカ野郎はいいね、確かに。セキュリティルームでカメラ見てたじゃん、俺。うん。で、なったじゃん。うん、でさ、俺逆走したんだよ、絶対誰か殺されてると思って。どっちから逆走したの？セキュリティルーム、上部エンジン、カフェテリア、ウェポンルーム、シールドルームって。最終位置がシールドルームなの。ああ、じゃあそれは嘘だね。嘘じゃないんだ。いや、っていうのもヨイちゃんと俺が直前に管理室からお前が上に上がっていくのを見てるからだ。ごめん、なんか俺思い出せ。怪しすぎます。これはバイバイ高木。どうする、高木くんバイバイだよ。いやけど、まあまあ一応ただつるいメリットはないね。これで高木違ったらやばいし、ちょっと俺マジ人狼じゃないんだよね。うん、俺もそう思ってるよ、高木。あ、よかった。なんでそう思った？いや、なんか高木本当っぽいなと思って言ってることが。あ、よかった。なんか言い方がね、言い方が。うわ、暗くなった。ね、暗くなった。やってくれよ。うん、ただこれだ。うわ、上下
やってるやってるやってるよ。本当に。何？待って。死んだ。聞いて。え？今天気が。あれ？本当に怖いんだけど。赤いんだ。赤いんだ。え？違う違う違う。僕が通報してるやん。私高木と健気が一緒に下のやつ行こうとしてるのを見た、聞いてたから。私も見てた。で、あかりん怪しいよ。いや違う、あかりんもタスクやってた。うん、本当。で、やってた。そこで健気陽一高木で行ったんだよ、その場に。で、そこでわちゃわちゃしたのいいことに誰かが殺したんだけど。え、そこに行ったのは誰？全員、全部。え、多分プルルちゃんやってたよね。やってた、やってた。これ分かった。アカリンプッサンだ。まあ、だいぶ怪しくある。どうしてそうなるの？アカリンのセルフキルは確定なの。で、もう一人ちょっと自信ないけど、アカリンのセルフキルはとりあえず確定。高木くんだ、これ。え、僕確定って言うんでしょ？うん。高木くんだ。それは高木くんかも。え、ごめん、ごめん。分かんなかったもん、正直。何が起きたのか。待って、ごめん、さっきまで自信なくなってるから。え、何が起きたのか。いや、アカリン、絶対アカリン。待って、見たもん。でも、え、もう僕確定って言うの、高木くん。ああ、自信持って言う、確定。え、じゃあもう高木くんだ。今のは、あかりん確定だ。普通の目線だと、私でもありえるけどね。ゆうちゃん信じて。うわ、これだってさ、あんだけさ、俺あんだけケンキと一緒にいたんだよ、ゆいちゃんとケンキと。いや、さ、3人だからね。っていうかさ、ケンキさんもさ、ずっとさっきから高木くん怪しまれてたしさ。でもケンキは最後の最後に信じてくれた。そうだっけ？プルルやってたよ、人自首したの。確か全部嘘ついてるわ。これプッサンとアガリンがグルなんだわ。そんでかばい合ってんだ、二人で。かばってるっていうか、無理やりっていうか。やばいから。とりあえずさ、アガリンは絶対確定だからさ。いいかも。え、いや、あの速度は確かにすごかった。え、待って、これ僕から釣ったら負けるよ、これ今の。いや、もうこれ研究を信じよう。高木を信じた、研究を信じて、アカリンで。え、これ僕いいから。いや、あのね、研究はね、本当に負けるよ。いや、研究マジで死ぬ前に言ってた。あの、死ぬ前にマジで言ってたんだよ。え、アカリン負ける負ける負ける。高木の言い方的に、高木の言い方的に白っぽいって。だってさ、僕視点。はい。あの、ナトさん、見た、俺、見た、目で見た、絶対見た、絶対見ました、ナトさん、見た、見た、見た、ナトさん、俺、マジで見た、もう本当に、俺ね、俺ね、俺、本当にね、信じてほしい、俺、本当に信じてほしい、俺、マジでね、今ね、びっくりした、俺、びっくりしました、目の前でヨイちゃんが死んで、びっくりしました。俺黙れる。一人ずつ説明してもらってもいいかな。いいですか。はい。うん。俺はね、びっくりしたよ。びっくりしちゃったんだ。うん。あれだけね、うん、一緒にいたね、ゆいちゃんがね、タスクしてるときに、プッサンが噛んだんだよ。いや、違う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 。プリルは、そう、プリルはちょっと一歩離れたところで見てたろ、怖いから、重なって。だから、あの、ちょっと離れたところで見てたら、噛んだんです。ナツさんいい？ナツさんいい？じゃあさ、じゃあここはさ、多数決にしよう。ケンキは俺のこと信じてくれてるから1じゃん。プッサン誰に信じてもらってた？プリル、誰にも信じてもらってないかもしれないけど、でも見たんだ。プリルは、プリルは高木でりょうだって。そう、アカリンはそうだったから、アカリンを釣った俺って。そうなるね、ぽよたん。だって、え、でも怪しいって言ってたよ、ケンキは、高木が。で、俺昔からさ言ってたじゃん、アカリンとプッサンのラインがすごく怪しいって。そのことも思い出して。なんかそれ言ってるけど、ブルー、アカリン一回もかぼってないよ、別に。高木が異常にアカリンを叩いているのは、ライン切りをしたかったから、じゃないの？それをするメリットは？ラインが切れる。だから、プレルとなんかアカリンがラインで繋がってるって強く言ってるんだ。アカリンを殺すことのメリットよりデメリットの方がでかくない？ごめん、プヨタン、ごめんね。あ、でも、そしたら俺は絶対プッサンに入れなきゃいけない。え？プレル？え？やるな。バイバイ。勝ったよな。
いやお前がったやったーお前が一番やったごめんごめんやっぱりこの立ち位置ちゅーかわいくてごめんお前ね聞きちゃってごめんずーあざとくてごめんキリナあざよにごめん今日から入隊しますありがとう